こんにちは、ハイズラボです。今回はこの HP ノートパソコンパビリオン DV7 のハードディスクを SSD に交換およびクローン作成をやってみたいと思います。このパビリオン DV7 のスペックは申し分ないのですが、実は起動に丸1日、初期化に7日もかかってしまいます。さすがに7日は待てませんし、初期化できたとしても結局動作が遅くなるのは確実です。ハードディスク本体の不良が原因だと思うので、ハードディスクから SSD へ交換しようと思います。それでは作業の方を進めてまいりましょう。まずはパソコン底面のバッテリーを取り外します。中央にカバーがあります。このパビリオン DV7 はネジではなく爪のみでカバーを留めているので、ケースオープナー等を使い爪を折らないようにカバーを取り外します。このパビリオン DV7 はストレージを2つ取り付けることができます。右側にハードディスクがあり、左側はマウントのみで空となります。今回はメインストレージとなる右側のハードディスクを取り外します。プラスドライバーでハードディスクマウントと本体のネジを4箇所外します。黒いテープを軽く上へ引っ張るとマウンターが外れます。この時無理に引っ張ったりしないようにしてください。ハードディスクとケーブルがつながっている状態ですが、マウンターが邪魔しているため抜くことができません。プラスドライバーでマウンターのネジ4箇所を外した後にハードディスクとマウンターを外します。ハードディスクとつながっているコネクタを抜きます。今回購入した SSD はこちら。サムスン製の 860QVO1TB。 弊社でも取り扱い実績が多い製品の一つです。クローン作成するための機材は以前の動画でも紹介したクロート指向のハードディスクスタンドなどで割愛します。クローン元のハードディスクを HDD1 スロットにセットします。次にクローン先の SSD を HDD2 スロットにセットします。電源コードをつなぎ背面の電源を入れます。パワー LED がオレンジ色に点灯するので、緑色のクローンボタンを長押ししてクローン作成を開始します。クローン作成時に進捗状況が 25%、50%、75%、100% と4段階のランプで表示されます。ハードディスクの容量、劣化具合、性能等によってクローン作成の時間が変わりますが、今回は4時間かかりました。クローン作成が完了すると、すべての LED がオレンジ色に点滅します。電源を切り、ハードディスクと SSD を取り外します。取り外しボタンがあるので、無理やり引き抜かないように注意してください。SSD をマウンタにセットする前に、セットする方向が決まっているので確認しましょう。SSD の端子が見える方を下にし、マウンタが L 字になっている方に向けます。
SSD とマウンタを取り付ける前に、SSD をコネクタに挿します。方向を間違えないように、SSD をマウンタにセットします。セットができたら、プラスドライバーでネジを4箇所締めます。SSD をパソコン本体にセットし、プラスドライバーでネジを4箇所締めます。カバーをします。バッテリーを戻して、完成です。それでは起動してみましょう。と、早速エラー発生。エラーの理由は、No Bootable Device Insert Boot Disk and Press Any Key。 訳すと、ブートするデバイス SSD がありません。ブートするディスク SSD を挿入してキーを押してと言っています。考えられるエラー原因は、 SSD が壊れた、配線が切れた、接続コネクターが壊れた、コネクター等がしっかり刺さってないのいずれかです。おそらく SSD とのコネクタが抜けている可能性が高いので、もう一度カバーを外して見てみると、案の定コネクタが外れていました。しっかりコネクタを挿して電源を入れると、無事起動。このパソコンはコネクタが外れやすい構造になっているので、作業中に確認した方が良いですね。ご覧の通り、すぐに起動しました。どれだけ速くなったのか、専用のソフトで読み書きを計測してみましょう。交換前のハードディスクの速度を調べることができませんでしたが、現在は良い速度を出しています。起動に丸1日かかっていたくせ者のノートパソコンでしたが、そっくりそのままクローン作成することで何事もなかったかのように起動できました。やはりハードディスクの不良が原因でしたね。そして今回かかった費用は約1万2000円。SSD 代だけでしたが、1TB という大容量だったため、1万円を超えてしまいました。今までの動きが嘘のように動作が軽くなったので、ハードディスクが不良に陥ったときは、思い切って SSD に交換することをお勧めします。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。